皆さん、こんにちは。ライハックを探求するフリーランスのリンダマンです。このラジオは平日毎朝5時に未来が楽になるライハックな生き方術を発信しています。え皆さん、おはようございます。3連休いかがお過ごしでしたでしょうか雨がやばかったですね。皆さんの地域は大丈夫だったでしょうか、えー、今日のテーマはですね、人がペットを飼う理由ということについてお話していきたいと思います。いや僕たちはもともとその、 食物連鎖っていうね肉食動物は草食動物を食べ草食は草を食べそして肉食動物の死骸がまたこう草にね養分となりみたいな感じで地球上のものがずっとぐるぐる回ってたわけですよねそんな中ですね人はそのペットを飼うようになって違う生き物を飼うようになったわけですどうでしょうペットを飼うなんてぶっちゃけ面倒なことだらけじゃないですかか病院に連れてったりとか餌を飼ったたりりとと餌をか えー、常になでなでしたりとかお風呂に入れたりとか時には噛まれたりとか鬱陶しいことしかないわけですよねそれなのに人はなぜペットを飼うのかこのあたりがですね生きていくその人生術、えー、これから最高の未来にしていく上でちょっと知っとかなきゃいけないことがねだいぶ要素が詰まってるなと思うんですで僕はですねこのペットを飼う理由は愛を注ぎたいからだと思うんですよね えだってその「よしよし」って子供だって犬飼ってとか猫飼ってって,言って言ってますよねそれって何でかですよ面倒くさいのに僕は愛を注ぎたいからだなと思ってるわけですそして愛はブーメランのようになってるなと思いますあのたくさんの人にこうやって接していく中でね皆さんも会ったことないですかちょっと愛情が薄いなってタイプの人いますよね人に感謝ができないとか人の痛みがわからないとか人からしてもらったことをすぐ忘れてしまうみたいな そういういい愛愛が足りない人の特徴は愛をやっぱりもらっってないんですねやっぱり親の影響というか親の愛情が薄いっていうのはすごく重要だと思うしこの間もそうやって施設で働いている子が不登校だったりとか親御さんを失っている子たちがやっぱり愛情が少ないそれは何でかっていうとやっぱり親からの愛情が足りないみたいな話を聞いた時に愛はブーメランのようにね常にこう繰り返してるんだなということを僕は感じました僕自身もですね今子供を育てています 8月に2人目が生まれましてまあ僕は人生子供なんて産むつもりもなかったし結婚なんかするつもりもなかったわけですよ、えー、もうエグザイルのようにもう遊牧民のようにねとにかく適当に生きていきたいと思っていたんですがでも実際家族を作って子供を作ってね本当に家族を持つってことは幸せだなと思ったし子供を育てるってことはこんなに素敵なことだしこんなに幸せなことなんだっていうのをもう日々痛感しています。まあ、まああ大変ななことしかないんだけど もうその何百枚もそれを凌駕するような幸せがたくさん待ってるわけですよねもちろん子供がいらっしゃらない人たちもいますその人たちでも幸せを感じて生きている人はたくさんいますしそれが不幸だとは思いませんが実際僕は子供を産んで分かったことは、まあ、僕は産んでませんけどあの子供こをこの感情を体感せずに死ぬっていうのはもったいないなとえじ人間として生まれた中でねこれは絶対みんなが家族を持って 子供を育てていくということは体感してほしいなと僕自身は思っていますまあ要は大変なわけですよ子育てでもなんでこんなに愛おしくてなんでこんな幸せを感じるかっていうことなんでしょうねきっとですね僕はね神様がもしいるとするんであれば子育てがこんなに大変な理由はねもっとその子たちのことを見てもっと抱っこしてもっと愛を注ぐことを やりなさいっていうその七面倒くさいシステムを神が作ったんじゃないのかなと思うわけですよね、まあ、僕はその幸せとか人生とかまあ自由とかそういうものをずっと探求してきました僕なりにねでその中で幸せ究極の幸せって何かってやっぱり与えることだなって思うんですよね私を幸せにしてくれ自分を幸せになりたいって自己中心的なことから始まるんだけどそんなもんだんだん飽きてくるわけですよね だん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 周りの人が喜んでくれることが幸せだから綺麗い事じゃなくその CEO とかトップリーダーの人たちはやっぱり社会貢献活動に行っちゃうわけですよそんなもんねブランド物のバッグ買ってね優越感とか自己肯定感上げてるよりもよっぽど人の命を救ってることの方が自己肯定感が上がるわけですよね 幸せになりたいんだったらやっぱり与えることだしきれい事じゃなく与えれる人っていうのはまず自分が潤ってる人ですよねだからこそ自分に栄養を与える自分の好きなことをやるそのためにはきれい事じゃなくお金とか時間っていうのはすごく大事なことだなと思っていますさて最後に皆さん問題です愛を与えまくってる人もう,もう人に愛を降り注ぎまくってる人ちょっとイメージしてみてくださいそういう人っていませんか僕の周りもいますよ数名 本当に喜んでほしい本当にっていう人がねでその人のことをこの現代社会で皆さん何て言うか知ってますかそんな愛を降り注ぎまくってる人を僕は現代社会ではビジネスマンと呼ぶと思ってるんですねビジネスマンっていうのは事業計画書を立ててお金を稼ぎまくってることだけがビジネスマンではなくてやっぱりたくさんの人に価値バリューを与えていくたくさんの人に価値を与えたからありがとねって言うとお金がもらえる その対価としてもらえるわけですよねだからたくさん与えまくってる人がたくさんお金を稼いでる人だしそういう価値観で物事を見た時にじゃあたくさんの人に与えてる人ってビジネスマンだしお金を稼ぎまくってる人って与えまくってるからこそ稼いでるわけだから俺は愛を振り注ぎまくってるコントリビューションしまくってる人はビジネスマンなんじゃないかなと思っております。ぜひね えー、子供がなぜ犬を飼うのか皆さんも僕もね鳥を飼っていましたがそして今子供を育てていますがそれはね愛を与えることが幸せだからです是非そのあたりを意識してね最高な人生最高なライハッキングをしていってください一日30年で学べるオンラインサロンライ研究所1年後の未来をより良くするための学びコンテンツが200本以上上がっています是非こちらもご活用くださいそれでは今日も素敵な一日をリーナマンでしたまったねー